皆さんこんにちこんばんは、モアです。この度もご視聴誠にありがとうございます。今回は2022お台場キャンピングカーフェアで見せていただいた国内最上位クラスのキャブコン、アネックスリバティ 52DB の紹介になります。車内の細かいところまで担当スタッフさんに説明していただきましたので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。失礼します。お、なんかすごい、すごい広い。ここがさ、一直線になってるって。だいたいここに下駄箱とか。そうですよね。いや、リバティ中見させてもらうの初めてなんですよ。あ、本当ですか。すごい。一応、まあ、ここテレビあるんで、はい、ここで足を跳ね伸ばしながらテレビを見るっていうくつろぎ空間になります。はいはいはい、すごい。こういう、うん、さ、そこ下が下駄箱になってるんですか。下駄箱というか一応引き出しなんですけど、人数が多い旅の方とかはここを下駄箱にしちゃう方は多いですね。はいはいはい、ただ、ここ結構隙間あるんですよ、ね。あ、はい、だってここに靴差し込んじゃうって方は実際多いですね。はいはい、2人ぐらいだったら全然それで十分かと、そんな分収納みたいな。広い。ここにこんな広いシートっていうかね、ソファーがあるっていうのがあんまり見たことない風景だから。あ、それはちょっと今しかもあのテーブルがそっち行っちゃってますね。これテーブル移動できるんですけど。あ、面白い。はい、テーブルのギミックがあって、こっちにも。あ、面白い。あ、すごい。こっちにも移動ができて、あとは回転もできます。あ、すごい。ので、見たことない。なんでこれなってるかっていうと、うん、普段はこうやってなってるんですね、直角なんですよ。はい、直角ってやっぱ座り心地が。いや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 、もうそれはいつも思う。そうですよね、うん、これで前にずらすとこれついてくるんですよ。あ、すごい。あ、すごい、素晴らしい。で、そうなった時って、うん、ここがちょっと狭くなるから、うんうん、あのお子さんとかね、座ってもらってちょっとそっちにね。あ、これはいいですね。クッションも結構こだわってて、クッションと柔らかいクッション、硬いクッション、座るクッションって4層とかなんです。そうなんだ。なんでかなり座り心地はよく座ってみてください。あ、気持ちいい。感覚がまあまあ、あのおまけですけど。あ、はいはいはい、これは無段階調整。はい、あ、調整できるんだ。これはまた嬉しい。あ、でこれあれですよね、床暖なんですよね。そうです、床暖房になっていて、床暖房はこの今お二人いらっしゃるところは、はい、クーラント液のこうチューブが張り巡らされているんですよ。で、クーラントはあのエンジンとは違うクーラントタンクを用意しているので、はい、そのクーラントタンクを温めて、はい、暖かくなったものをこう床に流しているよっていう感じ。じゃあ送風は全く出ないってことですか。あ、送風も出、送風も出た上で床暖ってことですか。そうですね、完璧だ。FF の熱電を使って床暖房と湯沸かしとファンヒーターで1台3役になってます。あ、なるほどね。なんでほとんどエネルギーを使うことなく、うん、ちゃんと全部あったかいよっていう話になってます。すごいね。うん、それが結構かっこよく言うと、うん、ヒートエクスチェンジャー、うん、ヒートエクスチェンジャーっていうアネックス。ヒートエクスチェンジャー、そうですね、アネックス独自の技術なんですけど。なるほど。そうなってます。ナックさんだとね、あの電気の方でね、ハイパーエゴンで、そうですね、かっこいい名前持ってますけど、ネクサイチはヒートエクスチェンジャーっていう名前。ヒートエクスチェンジャー、なるほど。すごいすごいすごい。2段ベッド跳ね上げの、あ、本当だ、面白い。そうですね、それ良ければ上の板そのままこう、手前に引く感じで下ろしてもらう。よいしょ。そうですね。あ、すごいスムーズ。ベッドも広いですね。横190。あ、広い広い、すごい広いよ。で、今カメラ向けてる方の上側がハンガーラック。うん、ハンガーラックありますね。そうなんだ。うん、なんでさっき跳ね上げてたのが、うん、ロングコートとかかけるように跳ね上げにもなってますね。へ、はいはい、すごい細かいところに。すごい。こんなとこにユーザーボイスをかなり聞くんで。ああ、そうなんですね。音があったらいいとかっていうのを。いや、それやってもらうと嬉しいよ。ちょっとやってみな。ダンパー式だからさ、すごい滑らかにできる。あ、本当だ。うん、上げてみ。おお。うん。はい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 。うん、よっちらほうじゃなくて、スーってできる。こうじゃないもんね。うん、あー、すごーい。
多分重たいなって感じるのは、下はね、ちょっと重たく感じちゃうと思うんですけど、うん、下も上げ下げできるんですか？はい、下は、収納にアクセスができるようになってます。下の、その黒い紐を、そうです、真上に上げてもらっていいですか？はい。あ、でもここもダンパー式なんですね。そうですね。もう外に出なくても大型収納にアクセスができる。はい。あ、ちゃんとスプリングベッドなんですね。すごいや、寝心地いいだろうな、これも。じゃあ寝心地もいいね。うん、スプリングベッドだったらいいでしょう。うん、下はいいでしょう、ね。あ、ちょっとマルチにしてもらおう。はい、じゃあマルチちょっと。マルチは結構かっこいいと思います。うわあ、すげえ。なになに、すごい、おしゃれですよね。すげえ。めっちゃホテル感がある。それはホテル感があるのが、フォアヘッドで。あ、そうです、そうです。女性の方が、うん、結構意見取り入れてるみたいで、この車で一番明るく照明が使える場所になってます。確かに明るい。そんだけ大きな鏡もあるんです。すごい。メイクをすることを想定しています。はい。そうそう、あ、ちゃんとほらドライヤー用のコンセントも上に。あ、そうです。ついてますね。ただのシンクだけにしないで、左側を大事にしたのはやっぱメイクするだけって。はい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 。そういったためにちょっとしたテーブルになってます。これは女性にはもう、ね、いいですよね。すごいね。いや、いろいろトイレ見たけど、日本車でここまでってあんまり見ない気がするな。これはすごい。すごい。すごい。ここのカーブもなんかね、ここもいいですね、すっきりしてる。結構アネックスこう曲線美。そうですね。うん、あるあるある。うん。冷蔵庫もなんか、あれ冷蔵庫もちょっと大きめに見える。冷蔵庫85なんで、上が冷凍庫です、一応、うん。ちゃんと凍ってくれます。はいはいはい、冷凍庫と冷蔵庫。はいはいはい。ちょっと個人的に好きなのが、電子レンジとか、こちらとしてはなんかの車で見たな、こういうの。レクビーさんとかよく使ってましたね。いや、これでもね、ちょっとおしゃれですよね。いいね。だって生活感がないですよね、これ隠しちゃうと。すごい、ね、レンジなんて使ってない時はほとんどなんだから。そうなんですよ、ね、あ、そこ の、カセットボンベが入るんですけど、あ、それがここにカセットボンベ、そうです、あ、ここなんだ、はい、でもここの扉もダンパーで、そうですね、いいわ、うん、開けて止まるところは多いと思うんですけど、開けてこうカチャンとか何もしないで止まってくれる、このダンパーを一個一個に採用しているんで、うん、いいね。いや、よく自分で買える人とかいるけれども、標準でやってくれたら言うことないもんな。換気扇あるんだね。ビルトインだからです、多分。あ、そういうことか。カセットフだと、うん、そこで使うことは確定じゃないので、うんうんうん、換気扇を別で作ることはしないんですけど、うん、ビルトインだと確実にここで使うから換気扇がついてます。うん、もうこの大きさあれば十分です、ね、十分です。深いよ、深い、深いね、うん、深い、深い、うん、深い、うん、ここすごい横長の大きいですね。です、失礼しますよ。これをいただくと、まずこれなんですけど、これよく疑問に思われるんですけど、はい、これは鍋置きです。あ、はい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 、熱いものをそのまま置けるっていう鍋置きになっていて、で、下のちょっとしたスペースはしっかりと収納。なるほど、はい、なるほどなるほど。これ説明していただかないとわからなかったかも。そうですよね、うん、で、これえぐれてるのはこれシンクの部分ですね、はい、で、この下に関しましては、いい、あ、カプラですね。お、あ、いいね、はい、使いやすそう、うん、ね、うん、なかなかこういうのない、ね、自分たちで仕切り入れてさ、やるっていうのは大体合わないんだよね、仕切りがまた、うん、で、これはIKEA のサイズと合わせてるんで、へー、すごーIKEA の何かがここにはまるの。あ、そうです、これと同じ規格のものを IKEA さんが作っていれば、うん、そっちに変えるってこともできますね、ピッタリサイズで。で、ちょっと強めにパタンってやってみてください。そうするとオートクローザー。おー、気持ちいい。すごい。うわー、気持ちいい。子供でも OK だね。子供って乱暴じゃないですか。そうなんだ。で、最終的に吸い取ってくれるんで、うん、もっとゆっくり落ち着いて閉めてって言われて済む。何でも入るな、この大きさだったら、すごい収納が。あと、冷蔵庫の下も引き出し収納。あー、大きいねえ、うん、広い、すごい、収納すごいな、深い、うん、収納すごい多いですよね。一見上の収納少ないかなと思いきや、下の方にいっぱい、うん、そうなんですよ。あ、そうだね、うん、上は、それはエアコンなんです、そこに。あ、ここエアコンなんですか。これ下覗いてみてもらっていいですか。
ない具合に。ああ、じゃあここ開かないんだね。って思うじゃないですか。あ、開くんですかこれ。でもフィルターとかラッカーとかありますよね。そんな時は後ろから押してあげれば、ちゃんとメンテナンスができるようになる。なるほどなるほど。基本的に開けることがないので、そうですよね。ああ、あ、取っ手がないだけでちゃんと開閉はできると。そうです。ここはさすがにダンパー入ってないです。そうですね、いらない。あ、でもこれはいいや。だって丸見えだもん、どこもエアコンって。あれって生活感丸出しじゃないですか。それはね、やっぱアネックスのこだわりですね、きっと。すごい。ていうかね、間接照明の入り方がすごい綺麗。ありがとうございます。だって、いや、1ラインだけっていうのはよくあるけれども、こう全体でこの、わかる、ここママ、ほら。ずーっと。これ綺麗だよ。見ると本当綺麗ですよ、うん。照明に関しましては調光調整ができる。あ、すごい。タッチパネルで。タッチパネルで。ちょっとおしゃれなタッチパネル。すごい分かりやすいですね。見た目でこれ で、ね、これだと。そうなんです。これは照明で、うん、電子レーダーでっていうのがアイコンでも分かるようになってますね。大体結構スイッチ系って壊れてきちゃうんですよね、やっぱり。ですよね。うん、で一応バックアップもありまして、うん、もし旅先でこれが壊れちゃった時は、うん、エマージェンシースイッチがついてまして。はいはい、こっちで全部できるようになってます。あー、なるほどなるほど。ここでも制御できると。できます。大元で。はい。あー、すごいすごいすごい。なんで何かあっちゃった時用は、はい、一応トラブルシューティングがついてます。はい。浸水があれなんですよね、はい、外付けなんですよね、タンクは。あ、タンクは車内です。あ、じゃあ凍らないんですね。凍らないです。あー、それはいいわ、はい、この下に、うん、見ます。あ、いいですか。こんな感じでタンクです。これがすごいすごい。で、あんまやられないのが、この大きいタンクだけどメンテナンス口がついてるんで、タンク内の清掃が一応できるようになります。すごい。ここパコッと開けて、なんか清掃できるんですね。おっしゃる通りです。すごい。これ凍る心配がないからいいや。そうなんですよ。うん。うちタンク外なんで60なんだけど。あ、そうなんですね。だから気をつけないと凍るんですよ。そうですね、凍っちゃいますよね。やっぱりこう床暖房って言ってるぐらいなので、寒い場所に旅をすることが想定されているので、うん、あ、そういうことですよね。で結構至る所が、うん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 、寒冷地仕様になってます、ね。そうですね、はい。あ、バンクも素敵だな。バンクベッドはすごい軽いんですけど、うん、あ、そこにロックが、はい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 、あ、なんか軽そう。あ、面白い。あ、面白い。ギミックがいいですよね。ちょっとなんかそそるなこれ。そうですよね。結構男性の方はねロマン感じてくれる。何この動きってなってる。おー、あー、広い。このままあの向こうに押し込んでみてもらっていいですか。でこのまま押していいですか。押していいです。そうですね。あ、面白い。かかるだけだとはもう。面白い。持っていきます。おー。らしいですよね。すごい楽しいこれ。今やよっちらほうよっちらほうってやってるから、あのこのパタンパタンがねどうしても面倒くさいんじゃないですか。面倒くさいですね。これはいいっすね。でこの大きい窓もいいし、この窓ってあんまり日本車ではないっすよね。少ない。そうなんです。あとはやっぱりシェード。あ、シェードちょっとついてるんですね。はい。で網戸にもなります。となりますよ。ああ、はい、オッケー、素晴らしい。いやー、ありがとうございます。ないです。アネックスは結構やっぱいろいろと考えられてるなって点が多くて、うん、排水に関しましては、ああ、ここにコックがある。コックがここにありまして、これをこうするだけで、ここから落ちてくれます。ボタボタボタ。ああ、なるほど。かな、ありますね。あ、大きい大きい。あります。あれ、はい、手前にある、はい、うん、排水はそこから捨てることができまして、清水に関しましてはあっち側にあのバルクがある。給水コックがあるんですね。そうです、そうです、はい。でここを中に入れているのがやっぱこう、待ち上げでジャリジャリになっちゃうじゃないですか。ああ、確かに確かに。そのジャリジャリにならないようにバッグの中にある。確かにこれだったらね、そうなんです、壊れることないですもんね。そうなんです、うん、これがですね、はい、エアコン用と充電用であえて分けていまして、なんでかっていうと、うん、
充電って100ボルトじゃないですか、はいはいはい、でも車内のものって全て12ボルトじゃないですか、うん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 、なのでここから充電をした時にバッテリーに持っていくために100ボルトを12ボルトにしています、はいはいはい、でエアコンに持っていく時ってエアコンは100ボルトなの で、ね、12ボルトをもう一度100ボルトに変換させてやっとエアコンにたどり着くということでバッテリーを通してなおかつ給電をさせるっていうことで電池に対してかなりロスがある。確かにそう言われてみるとそうですね。なんで、うんうんうん、AC から DC、DC から AC っていう変な効率になっちゃうんですけど、うんはいはいはい、ほとんどの会社はそうなってるんですね、はいはいはい、ほとんどっていうか私の知る限りうち以外は全部そうなってるんですよ、うん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 、なんですけれど、うんそれだと電気効率が悪いよねっていうことで、はい、エアコン専用のソケットがございまして、はいはいはい、もし2口電源取れるところだったらこっちに挿しておけば、うん、単純にAC 100ボルトで入ったものを直結でエアコンを回すことができる。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうことですね。なので電池をいたわった状態で家庭用エアコンを使い続けることができますよと。じゃあエアコンと冷蔵庫がこっちで回す。面白い効率的ですね。そうなんです。なるほど。電気ロスをなるべくさせない、うん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 、で電池を長持ちさせる。そうですね。電池も長持ち、はい、余計な負荷がかかんないですからね。おっしゃる通りです。あ、なるほど、ありがとうございます。あとこれもかっこいいですね。顔分けたかっこいいですよ ね、 いいすね。これ僕すごい気に入ってるんですよ、うん、結構ここで切れちゃってるんですよね、ほとんど。うん、そう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 。なんでトラックむき出しになるんですけど、うん、ちゃんと一体感があるデザインになってます、うん、かっこいい、うん、かっこいいなありがとうございます。結構後ろ姿は気に入ってもらえます、うん、観光バスを。そう、この斜めの角度がやっぱり印象的ですよね。うん、ありがとうございます。すいません、なんか長い時間。いえ、とんでもないですよ。いや、ちょっと。こんにちは。Tシャツ昨日注文しました。ありがとうございます。今年のめっちゃいい。本当ですか？色もデザインも。めっちゃ楽しみ。そう言われるとすぐ泣くから気をつけてください。今年も泣く予定。あざーす。ペコちゃん、今回カメラちっちゃいけど。あ、ペコちゃん、すげえなんか持ってるなと思って。天気さ2回とも良かったじゃない。ねえ、なんか前日ぐらいまでこれダメかなと思った。こんにちは。中見させてもらっていいですか？あ、かわいい。すごい。こんにちは。ルーフテントいいっすねこれ。すごい。去年は小豆色っぽい感じ。うん、赤っぽい感じ。そう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 。あれ今年パンフェス来られますよね。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。あずきちゃんとここちゃん。こんにちは。